8月28日、松山市一番町の ANA クラウンプラザホテル松山で、北方領土返還要求愛媛県民会議定期総会が開かれました。これは北方領土返還を促進させるための啓発活動の一環として毎年開かれているものです。さて、我が国固有の領土である北方四島は終戦直後、旧ソ連軍により不法に占拠され、今日に至っております。これは国家の主権に関わる重大な問題であり、四島返還の実現は日本国民の長年にわたる願いとなっております。会ではロシアに対しウクライナ侵攻を即時中止し、日本との領土問題、平和条約の締結を含む二国間のあらゆる問題についての対話に戻ることを求めるなどとした議会決議を採択しました。他には中学生による北海道視察体験発表や北方領土を考えるアニメ上映会も行われました。空襲から少しして私と兄は船を乗り継いで、なんとか故郷の択捉島に帰り着くことができたのです。やっと帰ってこられた。会の後半には防衛省防衛研究所研究幹事の兵頭慎治氏による記念講演も行われました。ウクライナ戦争が日本とロシアの関係に、どう影響を及ぼしているのか、そして、北方領土問題 の解決に向けてですね、我々は何を注目していかなければいけないのか、このあたりについてお話をしていきたいというふうに思っております。本運動としましては官民挙げた普及啓発に今後も粘り強く取り組みまして、新たな課題としましては今よりも若い世代の方へ普及啓発できるよう注力しまして、問題認識を次の世代に引き継いでいきたいと考えております。